え、こんなとこ欲しい。強烈。AJ ユナイテッド。FIFA 20。新モード。ボルタ。グイ。子供の頃のサッカーよ、A さん。ああ。昔は、ルールなんて関係なくボールを蹴り回していた時期があったじゃないですか。ストリートサッカー。イエス。ということで今回は自由なサッカーボルタモードね、ちょっと見ていきたいと思います。いきましょう。なんで俺を隠す。さあ、すげえな、来た。スタートストーリ ー全然これやったことがないのでやってみましょうか。いきますか。で5対5、フットサルとかもだからできるんだ。おー、盛り上がってますわ。おえ、すげえ。なんか、普通にストーリーだ。左ビーだ。ネバスベダーアメフラシギー、アタイジーあの主人公っぽい人は女性なのか。おい、おい、あぶれあぶれ。これは普通のフットサルだね。うんうんうん。最後じゃああれか、ちゃんとルールもあるんで、カメルパスとかできないんだよね、うん、ゴールもフットサルだ。え、こんなとこ欲しい。うわ、強烈。ちょっと待って、フットサルだよ。キーパー前出すぎ。ちょっと、まあ、フットサルはさ、ある程度はいいと思うけど、こういうのね。ね、でこれさ、服、私服によってはさ、スーツとかでやってるやつとかいる。サラリーマンが ね、自分で決めれるんだもん、作れるし。もう俺なんてもう毎日スーツってやるわ。汗だくだけどな。おい、これ絶対楽しいじゃん、ね、あ、出た出た。でこれがいいよね、またなんかさ、携帯で動画撮ってるって感じが。すげえ。いやー、これってマジ安心だな、マジで。それがさ、多分こっちのストーリーの方じゃなくて、メインあれなのかね、なんかさ、ツアーとかあってね、もう一個あっちの方とかじゃないかな。ああ、そこでアンロックして、うん、どん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 獲得していくっていうのは、過去の選手とか出るのかな。いや、出るんじゃない、やっぱドナウジーニ欲しいわ。確かに、ね、アイコン選手で、ね、次ボルタリーグ行きましょう。行きますか。ストーリーは今みたいな感じで、本当にストーリーモード、そう、まあ、ちょっとジャーニーに近かったよね、あの、うん、普通のムービーとか見ると確かに確かに、なんかそういう感じで話が進んでいくんじゃないかなっていうモードっすね。おお、何これ。あ、あれだ、これ経験値を貯めてポイント入ってなんかゲットしていくみたいな。だってさ、これ今ディビジョン9ってことだよ。そう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 、ゲームやればやるほどポイントが貯まって、だ経験点ですね、 XP 経験値が貯まって、やり込み要素がめちゃくちゃ増えるんじゃない、これ。めっちゃ多くない？なんか誰やん、さっきいたぞ。ジェイジーニョ、これジュカジーニョってことか。お前調子乗んなよ。さあ、プレイマッチって書いてあるから、このままできるんじゃん。ねえ、ちょっと行ってみます。プレイマッチ、プレイマッチ。おお、お、すげえ。フットサルモードっすね。ジェイジーユナイテッドにしますか。プレイマッチしましょう。 OK OK。 ここなんだろう、なんかロゴみたいのも決めるんじゃ。おー、なにこれ、何がいっぱいある、めっちゃない。あ、ほんとだ、なんか樹海さんみたいないっぱいいるけども、どこにいんだよ、俺みたいなやつ。あの、俺とかか、樹海一家ね。いや、なんかね、サッカーボールみたいなのするか。あ、そうね、これかっこよくない、あの金色のやつ。あ、かっこいい、これ。これで行きましょう。おー、東京あった。オッケーオッケーオッケー。よし、じゃあ AJ ユナイテッド、ロゴこれで東京で行きましょう。お、来た来た来た。てか女の人、最初、ね、女の人なんだね。 R1 とかで44とか、おー、44がそれでいくみたいな。見てみた、 OK、 はい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 。これなんか自分で変えれるってことだよね。そうだね、これで名前が AJ ユナイテッドになってたら完全になってる。あ、マジだ、5対5だけど、まあ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 、この AJ ユナイテッドは、イエス、やったるぜ。じゃあ俺どっち、あれ、どっちだ、あ、こっちかもね。え、
どっちやねん。こっちも俺になってる。ちょっと待って、俺白だ。あ、オッケーオッケー。あれだから俺白も動いてる。あ、じゃ白だけど、あ、服装が白のやつが味方にも敵にもいいんだよ。なるほど。はい、パスパスパス。おい、お前味方じゃねえのに味方を装ってんじゃねえよ。はい、パス。負けた方味噌汁おごりね。オッケー、来いや。日本帰ったらやったぜ。ネギの味噌汁。あ、待って、あ、やばい、出しちゃった。テクニック見ててけ。潰せ。調子乗んな。オッケー。あ、やるやん。やるやん。うわい、見に行くんやねだ。確かに出ました。こんな感じになんだね、スマホね。あ、すげえ、監視カメラみたいになってる。かっこよ。 OK。 うわ、危ねえ。うわうわうわ、しかもキーパー女の人。めっちゃ怖い。左側行きましょう。こっちよ。うわうわ、これ後半とかもあんのかな。ねえ、あ、ハーフタイム後半あるわ。行くぜ、行くぜ、行くぜ。うわ、あ、やばい。オッケー。オフサイドないからね。めっちゃ詰めてくれんだよな、これ。うわー、オッケー、よしよしよし。うわただ人全く一緒。これさ、マジユニフォーム相手と被ったのマジ分かんなくなる。そうだね。ナイス、やばい。いやー、うまっ。うぅー、やってろや。うぃー、はい。うわ、おいおい。いや、ペタンで倒れたぞ。しかも下コンクリートだから絶対痛い。おい、ナイスパス。やばい、危ねえ。てかシュートチャンスが多いから面白いな。確かに、こんなもんや。あ、でこれからっすよね。これがどうなるのか。あ、そうだね。いや、僕は勝ったんですけど、樹海さんのチームから一人いただけるのかどうかっすよ。自分の選手のメーターが上がります。ほら、あ、本当だ、上がってますね。おお、なんかこれでアンロックみたいになってるんだよね。あ、じゃあこの服が買えるのか。そうそう、もう使えるんじゃない。はい、ということで今、はい、僕勝った方の今アカウントの画面になってると思うんですけども、樹海さんのスタメンの中から一人だけ多分これ選べるんですよ。この女の人、なんか主人公的な女の人といいますか、ってやるとこれイエス。あ、消えたんじゃない。消えたかもしれない。セレクトはプレイヤー。あ、だから誰にしますか。あー、じゃあもうね、彼よ。もう足腰が一番強そうな。で、いろいろ髪型とか、すげえユニフォームとかもどん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 ロック解除してってやっていくと。あ、超えれる。超えれるんだけど。俺の髪型あった今。ないよ。なんだよ。これでしょ。バカにって。じゃあ顔は変えれるんだよ。あ、やべえ、坊主になっちゃった。なんか全員坊主とかもできる。確かに確かに。だからここ服をちゃんと統一すれば赤に分かりやすいから。ああ、赤でいきますか。やっぱ AJ ナイデットのユニフォーム赤なんで。スキル3。あ、なんかさっき上がってたやつだ、能力。ああ、能力値上げてみるんだ。ジャーニーのやつじゃん。自分の上げたいところをやるっていう、そのシステムがボルタで、そういうこと。なんかスキルをこうやって解放してって、うん、あ、ポイントがあって その振り振るんだ。こんな感じですね。ボルタどう。ツアーちょっと見て、ちょっとだけ最後見てもらったんですか。違いないかもしれないし、ね、うん。さあ、ということで、はい、最後ボルタツアーちょっと見てみましょうかね。はい、イベント的なやつなの。さあ、ということで、なんかプレイイベント、やっぱでもイベントシングルマッチだから、まあオフラインでやるって感じですね。オフラインで稼ぐためにはこれ。ということは、まあストーリーは本当にストーリーモード、はい、うん、でボルタリーグはオンライン、基本的には。そうですね、対人戦、うん、でボルタツアーはまあオフラインかな。うんうんうん、今見た感じは。確かに、まあ今回さ3対3やんなかったので、またちょっと3対3でも対決しましょうか。やりますか。はい、はい、ということで、この動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。
ああああああ